皆さんお久しぶりです。ドピースデミーロです。今回の動画なんですけれども、前回上げさせていただいたアイズワンの動画のその後どうなったかっていうところを自分なりにまとめてみて皆さんにお伝えしたいと思いますので、よろしければご視聴お願いいたします。とまずはと出演が決まっていた X1 とアイズワンのママのことなんですけれども、まず11月26日にアイズワンと X1 が2019年 Mnet アジアミュージックアワードママに出演しないということになりました。と Mnet は公式資料を通して12月4日に開催される2019年ママのパフォーマンスアーティスト関連についてお知らせするとして、とアイズワン X1 は2019ママに出演しないと伝えました。で同日と26日なんですけれども、日本のサードシングルヴァンパイアのイベントの開催延期が発表されました。とアイズワン側は11月26日日本公式サイトにて、11月6日7日8日に開催予定だった日本サードシングル発売記念特典会は関係者各所で抗議した結果、開催延期とさせていただきます。延期後のスケジュールに関しては決定次第改めてご案内いたしますということで、特典会の方もこの日延期が発表されました。そして同日なんですけれども、アプリで配信しているアイズワンがこの個人でメールを送ったりするプライベートメールっていうのが運営休止が決まりました。内容としては、この度関係各所で協議の結果、アイズワンプライベートメールの配信を休止させていただくことになりましたということでした。誠に勝手ながら2019年11月28日10時をもって本サービスの新規定期購買並びに定期継続を停止させていただきますということで、11月分は返金対応というふうにアイズワンのプライベートメールも休止になってしまいました。で次の日なんですけども、11月27日アイズワンの宮脇さくらさん、ラジオ番組やってるんですけども、今夜さくらの木の下での DJ を暫定的に降板というニュースが流れました。この日放送された今夜さくらの木の下では、宮脇さくらに代わって AKB のメンバーの横山由依が DJ を務めることになりました。で放送終盤で横山由依は宮脇さくらの降板を伝え、 WizOne の皆様悲しまないでください、さくらが復帰することができる状態になればすぐに放送を再開します、その間私たち AKB メンバーが放送を行う予定です、アイズワンが戻ってくるまで待っていてくださいと付け加えました。で次の日11月28日なんですけれども、今度はアイズワンの本田ひとみさんのレギュラーラジオ、アイズワン本田ひとみのワールドゲットユーの公式ホームページにて番組の一時休止が発表されました。ホームページではアイズワン本田ひとみワールドゲットユーは一度お休みをさせていただくことになりましたと発表がありました。今後についてはひーちゃんが一日も早く番組収録できるように最大限努力をしていきますということを書いてありました。ほとんどこう韓国ではその活動休止状態っていうのがずっと続いてて、日本の活動はどうするのかなっていう風になった時に、こうハイタッチ会だったりママだったりも不参加ということが発表されてたんですけども、なんと11月30日発売のビス1月号さんは、なんとこういう感じでアイズワンちゃんがこう表紙のものを発売してくれました。本当にありがとうございます。久しぶりにこういうアイズワンの姿が見れて、本当にこの雑誌を発売してくれたことが嬉しかったです。そして12月に入ってからの動きなんですけれども、ついに Mnet 側が12月3日の日にプロデュースシリーズ騒動に謝罪を出しました。
近日中にアイズワンと X1 の今後の活動について発表する方針が明らかになりました。と Mnet はその当社の番組がと物議を施したことに対し、視聴者やファンの皆様、練習生や芸能事務所の関係者の方々に心より謝罪すると発表しました。またアイズワンと X1 の今後の計画については、関係者との協議を通して近日中に発表すると説明、何も罪もないアーティストや練習生に別の被害が及ばないように配慮してほしいと呼びかけました。同日にとこの発表があったことによって、アイズワンの日本運営事務局より皆様へという感じでメッセージが送られてきました。内容は、本日 Mnet より今回の事案についての謝罪とアイズワンの今後の活動に関してのリリースがありましたという内容でした。リリースにあったように、 Mnet はもとより関係者各所と慎重に協議を行い、できる限り早く今後の活動に関する発表をさせていただきます。皆様にご心配とご迷惑をおかけしてますことを深く申し上げます、ということで、日本のと運営さんからもこの日ファンクラブに入っている人たちにメッセージがメールでも来ました。ファンクラブサイトの更新と新規の受付を一時休止することが12月4日の日に決まりました。と内容としては、いつもアイズワンを応援していただきまして誠にありがとうございます。昨日韓国の Mnet のリリースを受けて、関係者各所で協議の結果、アイズワンジャパンオフィシャルファンクラブサイトのコンテンツ更新及びに月額会員コースの新規入会受付を一時休止させていただくことになりました。と月額まとめて払いコースの会員の皆様へ、コンテンツ更新を休止した期間分の会員有効期限を延長させていただきます。お客様による操作手続きの心配はございません。月会費コースの会員の皆様へ、と2019年12月以降の会費利用料金をご返金いたします。お支払い方法によってご返金方法が異なりますので、お手数をかけいたしますが確認お願いいたします、というふうにお知らせが来ました。でこちら新規入会の方も一時休止ということで、ファンクラブサイトの方もこちらも中止ということに今なっておりますっていう感じで、こう韓国だけでなくて、こう日本でもこう活動がほとんどこうできてないっていうのが今の状況になっております。また韓国の方では調査中ということで、また何かこう進展がございましたら動画にして皆様にお伝えしていきたいと思います。今回はご視聴ありがとうございました。